その16歩で入られてたってことなんですけど、離職としてはどれぐらいいけたんですか？いや、70ぐらいいってます。細かいところから言えば、今ちょっとあんま大きい声で言えないんですけど、今俺らの背中って見せていい背中なのかって。いや本当に。もしもし。あ、もしもし。あ、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。OK です。では、いかがでしょうか。大丈夫です。前回、まあ、コンサルから、はい、あの後に本を教えていただいたやつ、はい、今、ゾーン読んでるんですけど、うん、まあ、その前回までの自分のトレードっていうか、全然なんかもう変なところで入ってるっていうのとか、その、まあ、ゾウの話でもそうですけど、なんかまさに僕のこと全部書いてるんかなっていうぐらいの、うん、でもあれ読むのとで、まあ、復習するのとで、はい、何回かまあトレードしたんですけど、もう全然違いますね。全然違うっていうか、今まで何をやっ、はい、なんか言われてたこと全然なんかもう守れてないっていうのもあったし、もう本当に感情的に巻き返さなとか、なんかそういうのも多分心の中であったんですけど、はい。でもあれからはもうだいぶ綺麗にいけます。なるほど。ですよね。素晴らしいです。もう全く問題なくなりました。その16歩で入られてたってことなんですけど、はい、離職としてはどれぐらいいけたんですか、全部で、オージーも含め、5、60万ってことですか、あ、そんないけないか。あ、いや、それぐらいですね、いや、60、いや、70ぐらいいってます。あ、70ぐらいですね、70万ぐらい、はい、あ、いいですね、はい、OK です、OK です。私のその個人的な興味として、その×××さんがゾーンを、まあ、3分の2でも読まれた段階で、ご自身のトレードに対するまあ総括っていうのは伝わったんですけれども、ゾーンで書かれていることとかっていうのを、さんご自身はどういうふうにお考えになったのかなっていうのは、個人的にもその非常に気になるところでありまして、最後までちょっと読んでないんでね、結論付けるのはちょっとまあ早いかなってちょっと思ってたんですけど、まあそれでも結構革新的なとこを書いてあったりはしたと思うんで、そうあれば、はい、ですね。また読み終わった後も聞きたいんですけど、現段階でその どういう感覚を得たんですかね。あんまりこの極論お話しすれば、多分身も蓋もないような話になってしまうんですけど、知識を埋めればトレードで勝っていくっていうのが、まあいかに無理っていうことからまあ考えて、まあ、実際そうですよね、その知識豊富な方が常にそういうのが長けてるっていうわけでもなく、でそこからやっぱり考えると、だから僕ちょっと思ってたのがね、ごめんなさい、これ本当に究極論っていうか、その、はい、あんまりこれ言うとちょっと否定的な話にちょっと若干なるんですけど、今、まあ、教えていただいたりとか、その内容とか、まあ、ある程度のね、うん、方向感っていうのはまあもちろん絶対的に必要なんですけど、最終的にはそのチャート見て自分で理由付けをして、理由をまあ見つけて最終的にそれだっていうまあ結論にしてるじゃないですか。だからやっぱり書いてある内容が正しくて、僕もその知識をちょっと増やしていけばいくほどだんだんできなくなってたんですよ、うん、っていうのもまあまあ多分必要じゃないことをまあ変にこう自分の中で変換して、まあ理由付けしようとしてだがために本来の動くべき方向に動いてない。で、それがまたね、フラストレーションで溜まってっていうような、多分そういうのに陥ってるっていうのもまあ実感してたんですけど、もっと最初の素人っていうか、その最初に教えていただいた内容と、で、こういうことがあれば、まあロング、ショートっていう、その大まかな枠組みだけでも、おそらくいけるんじゃないかなっていう、ちょっと思ってましてね。で、知識はもちろんある程度は大事なんでしょうけど、それもだいぶ前から、小野さんにも、まあ、聞くべきか聞かぬべきかって、ちょっと思ってたことがあって、その、まあ、教えていただいてる内容とかっていうのも、結局、人がこう、感じ取ることなんで、その、理解の仕方っていうのもやっぱり千差万別じゃないですか。だから、同じように、同じ内容で、その人に、例えば伝えてたとしても、その人の理解の
感覚が変われば、なんかちょっとその辺もやっぱり若干勝つ勝たへんっていうのにも多分つながってくるでしょうし、多分全員が全員、例えばコンサル、まあ、していてる、まあ、皆さんが、全員が全員、もしくはその同じ内容を教えていただいてたとしても、勝ち続けれる人っていうのと、そうじゃない人っていうのもやっぱり分かれてくるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってまして、まあそういう感覚ですかね。はい。いや、おっしゃる通りですよね。だから僕もだからあんまり、ね、自分のことを聞くのもやっぱり怖いですし、まあまあまだ言っても4、5ヶ月ぐらいの話なんで、まあ、それが自分にね、どういうのに当てはまってるのかちょっとわかんない、まだわかんないですけど、結局その人の本来の解釈の仕方っていうのも、まあ自分のその生い立ちも多分もっとその深掘りすればそういうこととかにも多分なってくるんだろうなっていうふうには思ってましたね。なるほど。すごい僕面白いですよ、うんうん、この本。そうですよね。難しい内容を書いてるとは僕全然思ってなかったですけどね。もうまさに、いやいや、あの誰か僕のこと見てるんちゃうかっていうぐらいもうなんでこんなことを自分の体験がずっと書かれてるんかなっていうのも最初の方でもありましたし、で今その感情的なになってるっていうのも書いてましたし、なんか、はい、まあ、確かにな、確かになって思いながら、過去 の, あのコンサルの内容を見て、あ、うん、はってこう自分が今までやってる、最初これをやってたのに、途中からなんか全然違う変なところでも入ってるっていうのに気づかされたっていうか、なんでこんなところで入ってんやって、その、損切り損切り、それは回数増えるわなとか、うん、今なんかもう、すんごいスッキリしました。入るタイミングはもうすごいスッキリするようになりました。だから、まあ、最初のことを忠実にしてるだけのことなんですけど。面白いですよね、だからトレードって。面白くないですか、はい、面白いですよ、ね。面白いです、本当に。めちゃめちゃ面白い。いやー、僕も何してたんかなと思ってね、うんうんうん、いろんな人のツイッターであるとか、徐々にまあやっぱりあのやっていけば、あ、この人いいよ、この人いいよっていうので、まあ、やっぱり自分の中でも増やしてるんですよね、その。で、まあ、情報としてもちろんその入れるっていう意味で、まあ、はい、いろんな方の、まあ、情報発信のやつを見てやってると、まあ、情報は入ってるんですけど、まあ、それが変な風にやっぱり自分の中でもやっぱ解釈もするやろうし、なんかそれに多分揺さぶられてるっていうのもあって。ノイズになるんですよね。そう、そうなんですよ。だから本来取るべきところで結局取れてない。まあそこまでの自分がまだ形成されてないのに、まあ変に入れてたっていうのも、まあ一つあんまりあかんことかなっていうのがあって、もっとシンプルに今までも、はい、まあ単純にもう大きく言ったまあリスクオン、リスクオフ、試合的なもんとかで、まあしっかりしたそのオープントレードっていうことと、しっかり組み合わせをして、それだけでも、いいんじゃないかなって、まあ、自分なりもちょっと思ってるんですね。で、まあ、もちろんその気づいてきましたね。ある程度の情報はもちろんその知識としては、まあ、こういうのを言ったらこうなるよ、こういう状態なんだこうなるよっていうのはやっぱり、うん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 、あのそれは日々まあもちろん勉強していかないと、はい、あのダメでしょうけど、なんか本質的にはもう変な肉付けをずっと自分の中で、それをもう完全にもう最初の本質無視してますもんね。分かったというかもうすっきりして多分もう大丈夫かなっていう感じですね今。はい、なるほどです。さんっていや全く逆に白紙の状態からじゃないですか、全くやったことがないっていう状態からだったのでよかったのかなっていうのも一個あるんですけど、やっぱ結構ショック受けるんですよね。ガンガン知識武装した後にああいうところが腑に落ちちゃったりすると、多分さんも気づいていただいたと思うんですけど、10年単位でやっててもわからない人はわからないですからね。そこまでの、まあ、要は視点っていうか、視座に立っている現在で、はい、私って、その、もともと、要は、何かのコンサルをやってますってやってたわけじゃなくて、はい、平井さんに依頼をされて、まあ、何度か断ってたんですけどっていう、その平井さんも、はい、それも、あれで、まあ、僕の中で一個、自分がやってきたことっていうのを、体系的に人に、他人に教え込むことができるのかっていう、まあ、ちょっとそういう、うん、自分の中で一個、やってみたかったっていうのが正直あって。挑戦みたいな感じですよね。そうです、そうです、そうです。で、それを踏まえた上で、ちょっと、今の段階なんですけど、まだ。私のそのコンサルっていうのは、一体何を伝えてる感じに受け取りますか、はい、全然僕、こういう商品があって、こうですよってやってたわけじゃないんで、もともと。あ、まあ、いや、それは全然、僕も理解して、うん、あ、それがあったんで、まあ逆に、あ、はい、うんうん、はい、小野さんがいいと思って。
って、コンタクト取ったんですけど、うん。うん、そこはちょっとお聞きしたいんですよね。さっきの話じゃないんですけど、別に全員に画一的なことを教えてるわけじゃないので、大枠はあったとしても、やっぱり1年半年ってお付き合いさせていただくと、やっぱ個々人の色出てくるんですよね。で、それこそがいいとこだと思ってるし、うん、もちろんその、だから時間帯がとか、流動性がここにあってとか、サポレジがとか、まあまあそういう話はあったとしても、まあ、はい、まあ別に正直、というか僕の言ってることなんて別に僕の手法でも何でもないじゃないですか、いわゆる。まあそうですね、はい。うんうんうん。っていうのもいつも言ってるんですけど、だ手法を教えてくれとか言われると困る、よくあるやつなんですけど、まあでもその業界がそういう商売をやっちゃってるから、その消費者側はそういう意識になるっていうのもしょうがないんですけど、はい、手法って言われた方が売れるじゃないですか、商品としては。そうですね、うん。なんでまあそれも理解した上でなんですけど、別に手法を伝えてるつもりもないですし、どうですか、今。何をこのコンサルで。そうですね。まあ皆さん多分最初はね、まあもちろんお金を稼ぐっていうきっかけだとは思うんですけど、はい。でも僕このコンサル、まあ小野さんと話もさせていただいたりとか、まあトレチューブさせていただいたりとか、やっぱりしてる中で、お金を稼ぐっていうのもまあもちろんなんですけど、今世界で例えば何が起こってるとか、まあその日本の闇であるとか、なんかそういう、なんかなんていうんですかね、そのもっと大きな話、ただ単にお金を稼いで、まあそれが良ければいいんだっていうレベルじゃなくなってて、そのものの見方自体も、今までのやっぱりその見方と、やっぱ感覚がちょっと違うようになってきてて、まあそれが、まあどっちかというと自分の周りにいる人からより一層なんかもうおかしな人になっていってるっていうのも、やっぱり思うんですけど、ただでもやっぱりその、今の現状の世の中っていうのが、まあ、ちょっともう、ある意味カオスな状態であって、まあ本来は本来の今のこの考え方がまあ別におかしなことではないっていうのも自分の中でもまあ認識してるつもりですけど、だからそういう一 FX、一、まあ例えば株トレードにしても、なんかそれ以上のものっていうのを僕はこのコンサル、特にその小野さんとの話の中で、なんかいろんな話をまあしていただいたりすると、なんかそういうのがまあ自分にとってはもうすごいプラスになるような。なるほどです。ありがとうございます。人生観という、まあ、大きな話で言えばですけど、それがもう全然変わってきてるっていうのも事実はあります。なるほどです。いや、すごく表現していただいてありがとうございます。だからそれを、あとは個人の各それぞれの方が、まあ、例えばそれを別に FX じゃなくていると思うんですよ。その他の仕事にしても。そういう意味では、一 FX のコンサルっていうふうには捉えてないですけどね。いや、非常に嬉しいです。はい、なるほどです。道具としてただ有利だからこれがあるよって言ってるぐらいな感じなんで、僕としては FX っていうのは。あ、はいはい。そうですね。そう、だからさっきの話に戻ると、まあ、ある程度体系化したことを人に教え込んだときに、まあ、タートルズじゃないんですけど、タートルズはご存知ですか？タートルズってあれですよね。トレーダーの。いや、トレーダー、いや、わかんないですね。何ですか、それ。タートルズ。あ、タートルズっていう、伝説のその投資集団がいて、普通は亀のあのタートルズだと思いますか？あ、そうです、そうです。はい。あ、ではなくて、そのタートルズっていうトレーダー集団がいたんですよ。調べていただくと出てくるんですけど、そのリチャード・デニスっていう人がいて、自分のこの出した結果を人に教え込んだらどういうふうになるのかみたいな、その高校の同級生だった人と優秀なトレーダーを育成できるのかどうかっていう議論をして、それで賭けをしたっていうのが、まあ、始まりって言われてるんですけど、はいはいはい、うん、っていうので教え込んだら、はい、その教えられた人たちも驚異的なリターンを出したっていうのがあって、タートルズっていう、でそれじゃないんですけど、僕もそんな感覚で、まあ、やってみて、結構さんのように全くの経験とかがない状態でこの期間でそこまでに到達できてるっていうのは、私の中で結構、うん、受け手側の、その素養っていうのも非常に大きく関係するなとは思うんですよ。はい。うん、これがまさにその先ほどさんがおっしゃっていた、個々人によってかなり結果にばらつきが出てくるっていうところ。はい。うん、これはまあ、法則的に言ってもまあ仕方ない部分もあるのかなと思うんですけど、あと特にあるのが、飲み込みの速さですね。個人差として大きいのは。それはすごくあります。私と、その、相手側の素養っていうのもそうなんですけど、だからその化学反応じゃないんですけど、あ、起きるんだなっていう。そういうのも。なので、そうですね。うん。だから僕も本当にやってみて分かったことっていうのが本当にいろいろあって、YouTube にしても何にしても。そう。いや、僕もいたんだな、こんなに日本にっていうような感覚なんで、そういうのもすごくあったりして。まあそうでしょうね。普段、だって関わる
ような人たちじゃない人とこうつながっていきますもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。うん、それ私に対して皆さん言っていただけるんですけど、私も同じように思ってるので、はい、さんのような方と知り合えないので、私普通に生活してたら、でそこで生まれる会話だったりとか、その言葉の力でそのお互いの人生に影響を与え合ってっていうような、これは本当に面白いなと思って。いやそうですね、うん、そうなんですよ。でせっかくこうやって時間を使っている中で、はい、これなんか個々のそのエネルギーだったり、せっかくその似通った人種じゃないんですけど、うん、が集まっていて、このエネルギーをこう分散させておくのってもったいないなとかっていう考えにも至ったりとか、で、はい、そういう人たちが集まったらまた何か面白いことできるんじゃないかとか、はい、私すごい個人思考だったので、その人脈はいらないとか、もうどっちかというと断捨離断捨離の方向だったんですけど、思考が変わってきていて、いや、それは、要は、僕たちにとっての本当の敵にとって都合がいいんですよね。僕らが分断してくれた方が。うん、そうでしょうね。うん、うん、うん、うん。もうまさに。とかっていうことを考えたときに、で、今じゃあ一番何が支配してるって、金融支配が一番強くある中で、はい、まあこういう本当にカオスの時って、もうネット開いたらもうとんでもない極端な話がたくさん目に飛び込んでくるわけじゃないですか。はい。うん。まあ僕らのあのゴールドの話も、含めてでしょうけど、なんかそういうのがあるときって逆に何やってもいいときだと思うんですよね。歴史がこう結構大きく変わろうとしてる感じはすごくするので、まあ今まで本当に当たり前だったことが当たり前じゃなくなる可能性もあるし、ちょっと本当にここ一週間近く、こう街の様子とか、歩いてる人たちとか、まあ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 、どんな会社がとか、まあ本当に広告とか、街で流れてる放送の内容とか、まあ、いろんなとこを見ていて、またすごいそれも学びになったんですけど、ちょっと日本は、うん、だから、その YouTube でも出した、あの、日本大丈夫なんかみたいな感覚がもっと、もっと深くなってて、うん。まあでも、まあそうだと思いますけどね、もう、だから身近な人間でもやっぱり、まあその状況でもそうですけど、うん、まあ、僕がやばいのか向こうがやばいのかちょっとわからないですけどその感覚は僕も忘れたくないんですよ。自分がやばいだけかもしれないっていうのは、まあね、そうじゃないですけど、はい、やっぱそれは常にやっぱ持ってなきゃいけないんで、うん、絶対俺の考えが絶対だみたいな風になった瞬間に終わると思うので、いろいろ、うん、だから、うんうん、それはだから僕もあれですね、絶対そうは思わないとは思いますね。そうですよね、うん、てかその慎重さがある人が絶対ね、こう、うん、だってもうそこまで行くと、だって宗教になってしまいますから。そうなんですよ。そうなんですよ。それはないので、何のために君たち相場やってたのってぐらいの話になっちゃうじゃないですか。それはありえないわけで。なんですけど、まあ、その今の日本にとって、うん、まあ食とか、もう全部なんですけど。いや、でも、そうやと思います。食も、だから僕も本当に昔なかったような、まあ病気というか、そのアトピーとかにしても、そんななんかあんま、言われてなかったのも当たり前のように今、まあ、花粉症もそうでしょうけどね。そうですね。だからやっぱりちょっと攻め込まれてるなってすごく思うんですよね。あ、気づいてないんですけど。いや、気づいてないと思いますよ、みんな。本当に攻め込まれてます。うん。で、マジで根絶させられるというか、実際に街のレベルで起きていることを偏見のない目でこう見ようとすると、要は そこも論理性じゃないんですけど、これってっていう、細かいところから言えば、今ちょっとあんま大きい声で言えないんですけど、普通に食べているとかかけている、そのものの原材料とかを見たときに震撼したりとか。いや、本当に。いや、でもね、いや、あの、僕も、まあ、何人か、その、まあ、食品の話にしては、ちょっと何人かには、まあ、ちょっと言ったんですよ。うっすらは分かってるんですよね、やっぱり。すごい、そのね、添加物であるとか、はい、そういう、あんま良くないの入ってる。っていうのは知ってると、うん、でそれこそ前にあのなんか誰か僕その話したと、はい、サンドイッチみたいな、わかりますはい、わかります、食べてました。あれをなんか言ってましたけど、はい、賞味期限切らしてなんか1年ぐらい置いた状態で何の変化もないんですって、うん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 、それってもうはっきり言っておかしいですよね。1年間状態が変わらない食品、そういうのは若干やっぱ分かってるみたいなんですよ。分かってるんですけど、うん、でもねっていう感覚なんですよ、ね、だからもう根本がやっぱり変わらないと、まあまあその普通のね、いや根深いですよ、まあ、僕でもまあ正直そんなね、あの、うん、すごく思ってますけど、そこまで食に
対して変わったかというと、そこまで僕も劇的に変わってないんで、以下同文なんですけど。非常にハードル高いです。だから要するに命がないものを食べてるんですよ。命がないものを食べていて、はい、で、命があるものを食べるようになってから、私結局体が劇的に変わってるので。だから僕もそれ聞いてからというか、うん、まあね、もう本当にだんだんなんかもう、小野さんが僧侶みたいになっていって、本当にそうなんですよ。本当に、うん、なんか金融突き詰めてよかったなって、別に突き詰めたっていうつもり、自分の中で本当にかけたんで、はい、やっぱり、はいはいうん、それで見えてきたっていうのがすごく、それが見えたからよかったなって思ったんですけど、うん、これやっぱ何かしら、だから YouTube の話じゃないんですけど、医療なのか、はい、どっから入り口なのか分かんないんですけど、これ全部繋がってて、一つの茶番なんて言ったらあれなんですけど、本当にその可能性っていうか、それ以外に見れないっていうか、さっきの偏見のない目で見たときに、で、それ、添加物が入れられていて、発がん性の物質があって、アメリカじゃそれ大きなシール貼られるようなぐらい危険なものなのに、日本ではその世界一それが許されていて、まあ日本人はその情報にアクセスできないから、まあ世界で売り残ったそういう分かってる人たちだったら絶対食べもしないようなものが普通に売られていて、しかもそれが美味しいものかのように。で、実際美味しいんで、味だけで。危ないんですよね、これも。で、それを長年取り込むことによって、病気になってくれるから、それもまたビジネスになるわけじゃないですか。新型うつの話とかも、もう本当に結構衝撃なんですけど、要は継続家計の始まりですよね。うん。そのマクロビっていうか、要は命がある食品を出しているところに行こうと思うと、まあ、30分以上車でかかると、まず。はい。はい。で、行っても、ランチでまあ、2000円ぐらいかかるんですよ、一人。で、まあ、お世辞にもその男性がお腹が膨れるような量ではない。まあ、それは無理だわなと。500円とかでロースカツ定食が売ってたら。いや、そうですよ。で、そこにまあ、そのエコノミックヒットマンっていう、本が、はい、あって、まあ、要するに提供時間にも結構時間がかかるんで、本で多分時間を潰してくださいっていう店側のあれだと思うんですけど、まあ、そこに置いてある本もだからそういう本なんですよね。だから結局気づいた人たちとか、気づき始めてる人たちは、まあ、いるんですけど、資本主義的にはもう相当弱いってことですよね。もう普通の人がまずそこに行こうと思わないですもん。だからもう全部が、しっかり回っていて、で、テレビとかっていうのも全部スポンサーがお金を出してるの、スポンサーのもの、はい、はい、ですか。とか、そんな考え、やっぱし、うん。いや、そうなんですよ。だからそれをね、やっぱ知れば知るほど、やっぱりその見え方が全然やっぱり変わってきて、ただ今のこの状況で、考え方はまあ、もちろん変わってるんですけど、うん、はい。あんまりこのね、小物がこう考え方変わったところで、こう、何かがどうにかならへんっていう、なんかこう、テーマというか、もうあって、はい。だから本当おっしゃる通りで、それになった時に、ある程度の資産があれば別にもう自分は隠居して生きようとか、まあ、キャピタリズムの、もう、できるだけ距離を置いて、ひっそりと、とかっていう道ももちろんあるでしょうし、で、じゃあそれ今の体制を、じゃあ世直しじゃないんですけど、でも本当にもう気づいた以上自分は、だから、こう、出てやらないのは、こう知らないのより罪だっていう、はい、もうその考え方に立っていく方向っていうのはリスクが大きいわけじゃないですか。うん。その船って、そのおっしゃったら小物、要はちっちゃい船なんで揺れますし、もしかしたら途中で難破したりとか、大破したりとかっていうようなまあ道なので、だからそういうところなんですけど、まあ、私がとね、そういうことが、まあ、一緒にバカがやれそうな人じゃないんですけど、自分たちが贅沢したいとかっていう、もう次元の話じゃないんで、これ、ね。弱者を食い物にするっていう方向をさらに推し進めたい人たちがいたりとか、だからそういうレベルの話になってくると、個人投資家としてそのトレードでどうのこうのではちょっと ないなとかって、そういう考えに要は至るって思ってなかったってことです。その最初やるときは。YouTube にしても何にしても。単純に、うん、てか、やってみて、この金融リテラシーがどれだけやばいかとか、日本人。てか、要は教えられてないわけですもんね。意図的にシャットアウトされてるっていうか、はい、今のこのシステムで個人がうまく立ち回っていくっていうレベルの話でも、こんなに便利なものが、全く教えられてないじゃないですか。で、もう悪循環起きちゃってるんですよね。今の若い子たちっていうのは、そのネットのインフラがあるので、いくら悲惨な状況だって言っても、その、変な話、トレチューブにたどり着いたりとか、他のそういうところにたどり着けたとしても、今度は周り、現実で世界の生活の話で、周りからのこの否定とかの嵐に遭うわけじゃないですか。そもそも親が理解できないし、知らないし、で、悪者になるのは発信してる僕らのような人。そうですよね。はい。これは本当に難しいなと思ってます。いや、でも、もう、最初のその闇って、その、
まあもちろん闇なんでしょうけど、でも、はい、僕、そうなんだ、でもその今のこのレベルまで達してる状況では、何かを変化させるっていうのが多分すごいあのエネルギーじゃないと多分無理だと思うんですよね。そうですよね。あとは一旦やっぱり壊れないことには何か多分そこがまた新たなものが始まるっていうのはなかなかなりにくいんじゃないかなってちょっと思うんですけどね。だからやっぱり歴史は繰り返すなんですよね、結局は。だそこに向けて僕ら準備して、むしろその後何か動いていけるような力を今から蓄えておくっていう。うん、視点の方が現実的ですよね。うん、そうですね。うん。多分今の状況をなんかこっちの力でどうのこうのっていうのは、まあ多分まず無理、うん。無理でしょうね。はい。うん。無理だと思います、僕も。だから、あ、一回壊れるしかないんだなと。で、サステナブルなのかって考えたときに、どう見てもサステナブルじゃないから、じゃあどっかでは瓦解しそうだってなったときに、じゃあその時に生き残れるなり、そっから、大きな動きを。だから戦後の焼け野原からの復興じゃないんですけど、まあ、結局、歴史は繰り返すで。で、日本人ってそうなると、そうなってからは強いですよね。だから一致団結すると一番強いと思うので、世界でも。そうですね、はい。うん。日本人の強さであり、だから諸刃なんですよね、結局、やっぱり。なんででもそうですけど。だから次の焼け野原って、エコノミック焼け野原じゃないですか、どっちかっていうと。そうです、そうです、はい。うん。で、そうなった時に、カジュアのバカ力じゃないんですけど、まあ、だから淘汰される人は本当に、うん、だから物理的な戦争よりも数で言ったら命は失われるんじゃないかっていうぐらいの。ああ、そうでしょうね。だからもう、うん、まあ、生死崩壊ですよね。うん、うん、うん。昔のあれとはまた全然次元が違いますもんね。そうです、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 そうです。だから、じゃあ100年後、200年後がもしあるのであれば、その時、今この2020年っていうのはどういうふうにこう、うん。だって大恐慌の時とかその戦争の時の渦中の人たちっていうのは、うん、一部こういう話というか本質的には似たような話をしていた可能性も非常にありますし、2008年のリーマンショックの渦中の人ですらその資本主義の終わりだとかって言っていて、まだ資本主義ガチガチむしろ強まってるっていうような状態の中で、だ昨日読んだそのエコノミックヒットマンっていう本も現状は2004年に出版されていて、2004年って僕中学生だったんで、その今のようなことなんてもうもちろんな、もう何も知らないので、うん、の人も、だからもう近々この資本主義っていうのはグローバリズムっていうのは、もう行く先にはもう崩壊しかないっていうことを書いていても、でもそれも2004年16年経っていて、その本はやっぱ 9.11 なんですよね。主にやっぱり描かれてることとしては。はいはい。あ、そっか。あれが、2000年、2001年とか、ね。2000年でしたかね、うん、確か。ですよね。はい。うん。僕も普通にブラウン管のテレビでそれを見てて、わ、すげえ映画みたいだと思ってたぐらいの話ですから。で、その方にも結局、その、要はあれ 9.11 が本当にテロリストが起こしたものだと思っている人はどれぐらいいるだろうかみたいな、そういうことが書いてあったり。まあまあ、まあ無理ですよね。その変わらないっていう前提が一番現実的だと思うんですよね。だから。うん。うん、だからやっぱ、世捨て人みたいになっちゃいけないと思うっていうのはそういうところなんですよね。別にその、否定じゃないけど、まあ戦うっていう観点で言うと、やっぱり、じゃあもうそういう風になるんだったら、そのトレードなんて覚えても意味ねえとか、資本主義勉強しても意味ねえとか、じゃないじゃないですか。明日の飯もどうするのって話で、死んだら終わりだしっていう。はい。うん、だからそのバランスを取るのが結構難しいんですよね。この視点とか思考が変わっちゃうと。うん。そうですね。なりませんか？いや、なりますよ。だからもう本当に、なんかこう日々こうね、やっぱり考え方というか、はい、とかその見方とかっていうのがやっぱりこう変わってくると、うん、なんかちょっとね、普通なら生きづらい世界でしょうね、それを知ってる人たちからすればと思います。なんかもう、うん、な言葉が出ないですけどね、もう本当に日々生活してて。そうですよね。いやでもね、僕も本当にね、この、まあ、この、こういう世界というか、あれですけど、はい、なんかもう、本当に底なしに面白いですよね。その、歴史にしても。いや、面白いですよ。なんかそういうのとかをやっぱ学べるっていうのは、すごい面白いし、時間を忘れますよね。うん、いや、本当にそうなんですよ。そう。まあでも、まあまあ、まずはね、まあまあ、まずはまあ自分の今の基盤を、そうですね、やりとやった上で。もちろん、もちろん。だからどっちも大事だと思うんで、常にこう鳥の目、虫の目で、まあ、一歩足、冷やしじゃないんですけど、うんうん、そうですね。うん、でもやっぱその、うん、それがあってこそ今日の一歩が決まるし、で、大きい絵ばっか考えててもただの妄想ばかりですけど、それで終わっちゃうんで、うん、その同時進行ですんごい大変かつ、なんかこう、うわー、なんか
考え込んでたら平気で2時間経ってたとかあると思うんですけど、まあでもそれを積み重ねていくしかない道でもあるので、結構きついんですけど、タフなんですけど、まあだから戦士が求められますよね、結局簡単に言うと。まあそうですね。うん。だから僕もこれトレチューブで何百、その10万人登録とか、そういうところじゃなくて、はい、そのタフな世界を、だから結構難しい。変なこと言ったらすぐ目つけられ、もうそもそも目つけられてる可能性も十分ありますし、ある。なんかいろいろ考えてるとすごい難しいんですけど、でもやっぱゲームが好きっていうのは間違いないので、それを攻略していきたくもなっちゃうんで、どっちみち怪我ばっかしてきてる人生だし、まあ、いいかなっていう感じではあるんですけど、うん。だから世界で活躍できる、まず和教を自分自身もそうだし、こういった縁を持ってた方々とも、なんかそういうことができて、していけたらなとか、うん、なんかそういう、うん、だから道を示すじゃないんですけども、心配で心配で、その今学校に通ってる人たちとかも、そもそもまずトレチューブを見て、その教師、苦しんでる教師の人もすごい多いなっていうことを知ったりとか、これ今マスクをしてることによって子供が表情がなくなってるみたいなんですよ。ある保育園のその園長の話だと。はいはいはい、はい、うん。で、当たり前ですけど、その子供って何かってもう模倣なので、今の大人たちを模倣して育っていくわけじゃないですか。はい、うん、そうですね、うん。今俺らの背中って見せていい背中なのかって。いや、本当に。自信持ってついてこいって言える人どれだけいるんだっていう考えたときに、国滅べるレベルですよね、今のまま。まあ、だから一旦壊れるんでしょうけどね、本当に。もうさっきのさんじゃないんですけど、行くとこまで行かないと変わるってことはないんでしょうけど。僕もだからもう、ね、年齢が年齢、年齢が年齢って言ったらまああれですけど、その、まあ自分自身もそうですけど、やっぱり子供、その子供の教育っていうのには、やっぱ今の今、自分がこう、教えていただいているような内容とかを、やっぱり子供、次の世代に、もうしっかりと残していきたいっていうか、はい。それはすごく思って、てるんですね、だから今の自分がまあどうなりたい、まあ、多少はもちろんありますけど、それ以上にまあ自分の子供にどういうふうなことっていうのを教えていけるかっていうのを、やっぱり結構そっちの方が僕強いですかね、その子供は。いや、いいですね。なるほどです。だもうこのままいったらね、もう本当に、もう今それこそね、自殺大国じゃないですか。いやいやいや、本当にそうですよ。どうなるかも分かんないですから、自分の子供はないとは思ってても、そういうのでね、蝕まれていくような、もう世界なんで、うん、まあ、どっかでね、やっぱりそういうのは、うん、ちゃんとした教育っていうのは、次の世代にはちゃんとつなげていきたいですね。そうですよね。はい。そうなんですよ。なんで、そんな感じなんです。だから、ちょっと、はっきり言って、積もる話はもう山ほどあるので。山ほどありますね。いや、もう山ほどありますよ。本当にあるので、ではちょっと本当ありがとうございます。今日いい話させていただいて。いやもう、はい。いや、楽しみに楽しみに。楽しいです、本当に僕も。うん。